アリは一年を通して楽しむことができる昆虫です。アリの楽しみ方は四季折々変化をしていき、主役となるアリたちは次々に移り変わっていきます。この動画ではどんな時期にどんなアリの楽しみ方ができるのか、代表的なものを紹介していきます。1年間の計画を立て、存分にアリを楽しんでいきましょう。年間スケジュールを計画するにあたり、まずは一般的なアリたちの1年間の生活サイクルを理解しておきましょう。1年間の中で比較的気温が高くなる4月頃から10月頃までがほとんどのアリたちにとって活動時期となります。逆に気温が低くなる11月頃から3月頃までが冬眠時期となります。今回はアリの活動が活発になる4月から年間スケジュールを立てることにしていきましょう。4月はクロナガアリの結婚飛行が行われる時期です。クロナガアリはメジャーなアリたちの中で最も早く結婚飛行を行う種類で、まさにアリシーズンの開幕を告げてくれるアリと言えるでしょう。クロナガアリの結婚飛行は4月を中心に5月上旬頃まで、結婚飛行が行われる場所は森林内や公園の開けた草地や河川敷など。結婚飛行の時間帯はお昼前後です。クロナガアリは複数の女王でコロニーを立ち上げることができる多女王性のアリです。もし狙い通り新女王を採集できた場合には、複数の女王からの飼育が可能です。植物の種を主食とする生態もとてもオリジナリティがありますね。ということで、4月はクロナガアリの結婚飛行を狙ってみてはいかがでしょうか。5月は大アリの仲間の結婚飛行時期です。最も大型で人気のあるクロオアリやムネアカオアリに加え、四つ星オアリやミカドオアリなどの大アリの仲間も同時期に結婚飛行を行います。いくつもの大アリの仲間が同時期に飛行を行うこの時期は、アリシーズンの中でも最も楽しみの多い時期と言えるでしょう。それぞれの種はおおよそ日中から夕方頃まで結婚飛行を行います。クロオオアリは開けた場所、ムネアカオアリは森林内、四つ星オアリは木の幹など、新女王が見つかる場所は種類ごとに異なるので注意しましょう。また小型で可愛いアメイロアリもこの時期に結婚飛行を行う種類です。ということで、5月は大アリの結婚飛行を楽しんでみてはいかがでしょうか。6月、梅雨入り前後となるこの時期は黒山アリの結婚飛行の時期です。多くの地域で最もよく見かけるアリの一つである黒山アリの女王は、体長が約1センチとなる比較的大きなアリで、ビロード状の光沢が美しいアリです。飛行時間帯は日中、場所は開けた場所です。動きの速いアリなので、新女王やオスアリたちは飛び出すようにすぐ地から出てきます。5月下旬から7月中旬くらいまで結婚飛行は続くので、天気の良い日には黒山アリを探してみてはいかがでしょうか。またこの頃から他の多くのアリたちも断続的に結婚飛行を行うので、思わぬ種類に出くわすかもしれません。7月は飛び色系アリの結婚飛行の時期です。小型のアリの中でも飼育種に選ばれることの多い飛び色系アリは、女王採集もしやすく飼育もしやすいアリです。結婚飛行時間帯は午前中から夜まで例が見られます。新女王は日中であれば地表を走っているところを見つけることができ、夜は灯火付近で見つけることができます。また河原系アリや林系アリなどの系アリの仲間や、アメイロ系アリ、草アリの仲間などもこの時期に結婚飛行を行います。ということで、7月は飛び色系アリを狙ってみてはいかがでしょうか。
で最も暑い真夏の8月、高山または寒冷地に生息するアリたちの多くが結婚飛行を迎えます。赤山アリ、山黒山アリ、ツヤ黒山アリ、エゾアカヤマアリなどの産地性のヤマアリたちがほぼ同時期に結婚飛行を行うこの時期は、標高の高い産地に出かけ、これらの産地性ヤマアリを探してみてはいかがでしょうか。飛行時間帯は日中、生息地周辺の地表を探すと見つけることができます。また高標高地や寒冷地に多いクシケアリの仲間も7月から9月頃の夏の時期に結婚飛行を行う種類が多いため見つかるかもしれません。ということで、8月は産地・寒冷地のアリたちを探しに行ってみてはいかがでしょうか。9月、夏の残暑から秋へと向かうこの時期は、黄色シリアゲアリの結婚飛行の時期です。鮮やかなオレンジ色がひときわ目立つ黄色シリアゲアリが見られるのは夜。当家に集まる習性がある黄色シリアゲアリの新情やお座りたちは、しばしばコンビニやスーパー、駅のホームや自動販売機などの周辺で見つかります。結婚飛行を終えた新情は、数十匹が集まり団子状態になっていることもあるため、運が良ければ複数の女王を採集することも可能です。また同じシリアゲアリの仲間であるハリブトシリアゲアリなども同時期に同様の時間帯に結婚飛行を行います。ということで、9月は黄色シリアゲアリを狙ってみてはいかがでしょうか。10月、気温が徐々に下がっていき、アリたちの活動が鈍り始めるこの時期、秋に結婚飛行を行うアリたちの飛行はまだ続いています。ヒラフシアリ、シリアゲアリ、トゲアリ、サクラアリなどは10月にも結婚飛行を行うアリたちです。本州でも場所によっては11月上旬くらいまではアリの結婚飛行が行われる可能性が残っているので、10月は、これらアリシーズンの最後を飾るアリたちの結婚飛行の可能性を探るのはいかがでしょうか。秋が終わり、冬を迎える11月から本格的な冬が続く2月頃までの間、野外でも飼育環境でもアリたちの活動を観察することは望めません。このアリの冬眠時期におすすめしたいのは、冬眠中のアリを採集する方法と飼育巣作りです。冬を迎えた森林内はアリが観察できないのと同様に、他の生き物も見られなくなる時期です。暖かい時期にはあっという間に蚊の集団に囲まれてしまう森林内も冬であれば大丈夫。越冬中のアリたちが眠る枯れ枝や枯れ竹、どんぐりなどを探り、アリを見つけるには絶好の季節です。この採集方法ならではのアリたちも見つかるので、冬の枯れ枝、枯れ竹、どんぐり採集は1年の中でも大きな醍醐味の一つです。また翌年に向けて飼育などを考案したり作り置きしたりするのにも絶好の時期となるはずです。来たる新たなアリシーズンに向けて飼育巣を自作したり購入しておく時期とするのも良いですね。冬の峠を越え、気温が再び上がり始める3月。暖かい日には野外でもアリが活動を始めているはずです。野外観察に出かけ、アリたちの様子を確認しに行きましょう。まずはどんなアリが野外での活動を始めているでしょうか。1ヶ月後には新たなアリシーズン開幕を告げるクロナガアリが結婚飛行を行うはずです。彼らの生息地を確認しに行くのも良いでしょう。再び活動を始めたアリたちをこの目で観察し、期待やワクワクを胸に抱いたなら、今のうちにアリを楽しむ年間スケジュールを立てましょう。